中国から広まった新型肺炎が日本と世界に大きな影響を与える中で、4月上旬に予定されている中国習近平国家主席の国賓来日が強行されようとしています。こちらのフリップをご覧ください。まあいろんな影響が出ておりますね。まず、2月23日にここ皇居で行われる予定であった金城陛下天皇誕生日の一般参賀が中止となりました。また東京マラソンの一般参加の部のレースが中止、さらに中国全人代、まあ中国では一応最も権威があると言われている会議ですけれども、この中国全人代が延期されるという決定が出ております。さらにですね、このフィリップにはありませんけれども、日本のアイドルグループ嵐の北京公演が中止決定いたしました。これ4月なんですね。4月に嵐が北京に行かないのに習近平さんは中国からやってくるということです。なぜ習近平氏の国賓来日が強行されようとしているのか、まずその背景には習近平氏に国賓としてどうしても来てほしいという政治家の存在があります。まあ、自民党の二階幹事長を筆頭に、これはもう与党野党問わずですけれども、中国と年頃にしたいという、まあ、そういう政治家が多い。また安倍首相に非常に近しい方から聞いたんですけれども、安倍首相ご自身が外交的成果というものを安倍政権として残したいと、つまり、まあ、いろんな功績があった安倍首相ですけれども、比較的私外交をうまくやってきたと思うんですけれども、例えば小泉首相の北朝鮮へ行っての拉致被害者帰国、あるいは佐藤栄作首相の沖縄返還、まあ、こういうふうな歴史に残る成果というものが欲しいと、まあ、そういう中で安倍首相としてはこの習近平氏国賓来日でもって大きなですね、日中合意というものを作りたいと、まあ、こういう背景があるとも言われています。それに加えて中でも無視できないのが公明党の存在です。公明党は昨年夏以降、非常にこの習近平氏の国賓来日、積極的に前のめりで取り組んできました。つい最近もですね、沖縄で公明党の山口那津男代表もこのように演説しています。外交課題では今週予定される中国習近平国家主席の国賓来日について、協調と協力の日中新時代を開く象徴となる重要な訪日だ、与党として最大限の努力をしていくと、まあ、このように語ったということです。まあ、この公明党の集いの中では新型肺炎についても十分な警戒が必要だという話もされたんですけども、ここのこの後に及んで、しかし習近平氏の国賓来日が重要な訪日だ、最大限の努力をしていくものだと、まあ、こういう語ったというのは無視ができません。まあ、もともと日本と中国の架け橋を辞任している公明党ですから、まあ、この国賓来日に前のめりになるのも無理はないというのも、まあ、分からないでもないという気がいたします。さらに勝てて加えて見逃せないのが財界の要望であるということです。経団連を代表とした大企業はさらに中国経済と食い込みたいと、特に今米中貿易摩擦の中でアメリカと中国の経済的パイプが弱っている、今がチャンスだと言わんばかりにして中国経済に食い込もうとしております。まあ、そのにあたって習近平氏を最大のおもてなしで迎えてほしいという、まあ、こういう財界の希望が日本の政府にも寄せられて、まあ、それに押されているという形になっております。まあ、こうした点がですね、日本側が習近平氏を国賓として呼びたいという、まあ、思惑なんですけれども、それ以上に実は中国側が国賓として日本に来たいと、習近平氏として国賓として日本に来たいんだというこういう思いが強いという、こういう事情があります。こちらのフリップをご覧ください。習主席はなぜ来日したい。まず1点目として、皇室の政治利用で名誉挽回、もう1点が一帯一路への日本の本格的参入ということです。実際のところ中国政府は今まで国際社会から孤立などすると、この孤立を和らげるために日本外交を利用してきました。いい代表例が1989年の天安門事件です。1989年6月4日の天安門事件で中国は世界中から非難され、また経済摩擦を受けるなど孤立しました。その時中国は日本の皇室、天皇皇后両陛下に
北京に来ていただきたいという、こういう要望を日本側に伝え、そしてまた日本もそれに応えて、1992年には天皇訪中が実現しております。まあ、日本の皇室というのは世界中から尊敬を受けています。その世界中から寄せられる皇室への尊敬や信頼、これを利用して中国共産党政府はこの今の国際社会の中でチベットあるいはウイグルあるいは香港問題などで非難されているこの現状の中で、まあ名誉挽回したいと、イメージアップを図りたいという、まあそういう希望があるわけです。さらに一点ですね、この日本の皇室の政治利用、あるいは今回日本に来て日本をそのものを利用としている魂胆というのが、一帯一路への日本の本格参入ということです。これについてどういうことかというと、実は今回ですね、中国は日本に来るにあたって日本側と政治文書を合意して発表したいという、そういう思惑がございます。こちらのフリップをご覧ください。日本と中国の間で今まで4回政治文書が合意発表されてきました。そして今回中国側は習近平氏国賓来日という機会に5回目の政治文書発表を狙っているということなんです。でこの政治文書なんですけれども、日中関係を非常に規定してくる重要な文書です。ご覧いただきたいんです。まずこの1972年日中国交正常化によって日本は台湾を切り捨てて断交に至りました。そして1978年日中平和条約、これはこの日中国交正常化を条約化したものです。さらに1998年には最も重要な二国間関係の一つとして、この中国と日本と中国の関係が規定されました。ぐーっとここで日中関係がさらに緊密なものとなり、そして2008年には戦略的互恵関係の推進ということを日本側と中国が結んで、まあここにおいて日本経済もぴったりと中国経済とつながるという、まあこういう状態になってきたわけです。で注目して大事なのはここなんです。この年、これいずれも中国が実は危機的状態にあったと、まあこういうふうに言われる年なんです。まずこの1972年、そもそも中国が日本やアメリカに近づいたというのは、対ソ連との関係が極めて厳しいものとなって、まあ極端なことを言うと中ソ戦争すらも可能性があると言われる時代でした。まあこの時に日本は日本のみならずアメリカとも近づいて国交正常化が始まったわけです。1978年というのはこの2年前に文化大革命が毛沢東の死とともに事実上終わり、その後文化大革命の指導者などが、まあ、裁判で断罪されなどしたんですけれども、国際社会において文化大革命が3000万人ぐらい殺してたということで、すごい批判が高まった年でした。この年に鄧小平さんが日本に来て松下幸之助さんと会って、松下さんにナショナルの工場を中国に出してくれということを要望して、それが実現したり、まあこのように日中平和条約が結ばれたわけです。そして1998年というのは、これはですね、この前々年2年前にやはり台湾海峡で中国がミサイルの軍事演習をして、これに対してアメリカが第7艦隊を派遣するなど、米中関係が一時的に非常に厳しい緊張状態に陥った時でした。この時も中国は日本側に助太刀を求めてきました。そして2008年、これ北京オリンピックの年なんですけど、この3月にあのチベット暴動が起きて多くのチベット人が殺されました。国際社会の批判はものすごく高まって、まあ皆様もご記憶だとは思うんですけれども、この北京オリンピックに向けた聖火リレーというものが中断するような、そういう事態も起きました。そしてこれに危機感を強めた中国政府側は、この2008年の5月、まあ北京オリンピック前なんですけれども、日本に来てこの戦略的互恵関係の推進というですね、政治文書を発表した。まあ日本としてはやっぱり助けたわけです。この政治文書において中国側は文書として一帯一路計画の日本の協力を盛り込もうとしていると言われています。もしそれを許すならば、今アメリカ政府などがものすごく神経を尖らせている一帯一路計画に日本自ら参入していくことになる。つまり日本は中国の味方でアメリカでは敵対するという関係になります。これは日本の国益にとって
全くマイナス以外の何者でもありません。したがって私は習近平氏の国賓来日、今回これは延期とかじゃなくて中止するべきだと思います。この国賓来日不適切の理由はいくつもあります。日本人の不当逮捕、拘束が続いてます。それから尖閣諸島域への侵入、今年に入ってほぼ連日皆勤賞のように尖閣諸島を領海侵犯したり接続水域に侵入したりしてます。さらにチベット、ウイグル、香港等への弾圧、そして新型肺炎の蔓延がまだ未解決だという、この段階で習近平氏のこの国賓としての来日を日中の外務大臣が一緒にこれを粛々と進めると言ったり、菅官房長官が予定通りやるんだというのは、やはり私は不適切だと言わざるを得ないと思います。したがって今回のザ・ファクトの結論として、習近平氏の国賓来日は日本の歴史にとんでもない汚点を残す、禍根を残すと、これを言いたいと思います。今現在このように各地で弾圧を繰り広げている習近平氏を国賓として呼ぶということは、例えてみればヒトラーを国賓として呼ぶと同じです。こうしたことをやっては日本の皇室を傷つけ、さらに言えば日本の歴史に一大汚点を残すことになります。今回の習近平国家主席国賓来日、これは絶対に止めるべきだと思います。